初期に使用されたアメリカ製ダッチ WC5134 トントラックは自衛隊でかつて運用されていたトラックである。それまで供与されていたアメリカ合衆国製ダッチ WC と交代する形で運用された。1980年代後半に退役し、現在はキャブオーバー型の73式中型トラックが任務を引き継いでいる。 参考になった M37 警察予備隊創設後、アメリカ軍より大量の各種輸送車両が供与された。特に、ウェポンキャリアと呼ばれる、積載量産4トンのダッチ WC は、小回りが効く上に、ジープより大量の装備を運べるため好評だった。しかし、順次自国兵器の国内生産を進め、生産体制を確立、増強する必要性が唱えられたこと、 さらに供与車両は多くが第二次世界大戦で使用された中古車であり、老朽化による更新の必要性が出てきた。そこでアメリカ軍の新型ウェポンキャリアであった M37 を参考に開発されたのがこのクラスである。本社の主任務は輸送であるものの、使い勝手の良さから人員、装備、物資を輸送もしくは牽引するなど様々な用途に使われた。 生産は1952年から日産自動車とトヨタ自動車の2社で行われている。仕様の異なる両社を混用すると問題が起こるため、主に日産製が北海道の部隊、トヨタ製が本州以南の部隊で使用された。94W70 初期型。成り立ちの多くを同社の 4W60 型と同一にする。長田水冷直列6気筒ガソリンエンジン搭載。 後 NB 型直列6気筒水冷ガソリンエンジン、ついで NC 型直列6気筒水冷ガソリンエンジンなどに順次強化。4W79、4W70 の民間型。社名はキャリアとなる。ッ 4W73 生産の主力となった改良版。外観が大きく変更されたほか、エンジンが P 型水冷直列6気筒ガソリンエンジンに、 変更されている。エンジン、トランスミッション、トランスファー、アクスルハウジング、デフが防水仕様となり、水深95センチメートルまで、塗装可能となった。最終型では、SD33 型水冷直列6、気筒ディーゼルエンジンに変更されている。4ト7 3 9 4ト7 3の民間型。 トヨタ F915B 級型1951年1月試作車、完成。翌2月に警察予備隊による公式試験を受験。B 型直列6気筒水冷ガソリンエンジン搭載搭載。F9 型 B 級のエンジンを F 型直列6気筒水冷ガソリンエンジンへ変更したもの。後にショートホイールベースは f 9 0ロングホイールベースは FQ15 となり、バン仕様には V、輸出向け左ハンドル仕様には L が、それぞれ数字の後につく。生産数は360両とあるが、BQ と FQ の内訳は不明。FQW があった FQ とほぼ同じだが、フロントに PTO ウィンチを備えたタイプ。これも、生産数が838両となっているが、ウィンチ付き BQ との内訳は不明。 二階級 15F 型直列直列6、気筒水冷ガソリンエンジン搭載。1956年から1969年まで生産。h 9十5 h 型直列6、気筒水冷ディーゼルエンジン搭載の最終型。1973年まで生産。1952年、水陸両用車投入に積極的だったアメリカ軍に習い、当時の保安隊が、 水陸両用の3、4トントラックとして、椅子鈴自動車に開発を依頼した。同年11月に試作が完了し、TR21A として、計16両が保安隊に納入されたものの、大量生産には至らなかった。シュノーケルを装着することで、水深2メートルまでの水中を走行することができた。3、4トン救急車日産製ととヨタ製の後部を、 密閉式キャビンとした救急車型。小型すぎて1トン半救急車より使い勝手が悪かったようである。他にも海上自衛隊や航空自衛隊の爆弾運搬車などいくつか派生型がある。日産製のものは日産キャリアーの名前で市販もされた。また海外への輸出も積極的に行われ南アメリカや 東南アジアなどの発展途上国へ輸出されて使用された。特にインドではノックダウン生産も行われインド軍に採用されている。トヨタ製も市販されたほか一部の国内生産者がアメリカ軍に供給され朝鮮戦争で使われた。1980年代まで韓国軍で使われてもいる戦争記念館に展示されている。 大怪獣バラン94ワット70型が登場。バランが、住みかとしている北上川上流の湖まで、普通化部隊を輸送する。地球防衛軍陸上防衛隊の輸送車両として、94ワット70型が登場。モゲライチ号機の襲撃を受けている、町の近くまで、普通化部隊を輸送する。ランドクルーザーなどの全輪駆動車の開発、とヨタ自動車75年し、 ガリレオ出版、グランドパワーナ、no. ンバーワン762009年1月号 98p、ガリレオ出版、グランドパワーナ、no. ンバーワン762009年1月号、ありがとうございます。